今、緊急で動画を撮っております。この度ですね。とある汗人からですね。例の謎の答えをいただいた。汗人諸君は言うだろう。またかっぴ。以前の動画でもそんなこと言ってたっけど。結局、違うかったっぴよね。どうせ今回も違うんだっぴ。と。今回はガチです。そう、先日、とある汗人から、例の謎についての答えを情報提供いただいた。ちなみに、例の謎、とは、先日、フロムの社長である宮崎氏が、エルデンリング DLC に関するインタビューにて、エルデンリングには、まだ隠された謎がある。と言及したことから、生まれたものである。この謎を解明すべく、世界中の汗人が調査を進めており、私、トマトちゃんも血眼になって答えを探している。これまでにも、謎の答え候補を大量に見つけたが、どの謎についても、汗人諸君から、トマトちゃんには見えないものが見えてるっぴ。とか、トマトちゃん、強い薬出しておくっぴ。とか、トマトちゃん、そろそろ病室に戻る時間っぴ。という、抽象コメントを多くいただいており、今現在も、謎の解明には繋がっていない状況だ。そんな中、とある汗人から、ガチの答えが送られてきたのだ。今回は、それについて、ご紹介しよう。汗人諸君は、お気づきだろうか。祝福で休むと、時間を潰すという選択肢があり、朝まで、昼まで、夜までと、ゲーム内の時間を進めることができる。時間を進めることで、特定の敵と戦える時間帯に進められたり、辺りが暗くて見えづらい場合は、朝や昼にすることで、辺りを明るくすることができる。なお、時間を進めた際は、右下に時計のようなものが表示され、その時計は、時間に合わせてくるくると回る。さて、一度、右下の時計をよく見てほしい。何か、お気づきだろうか。おそらく、ほとんどの汗人は気づかないだろう。こちらは、時計の全体像だ。今回の動画を作成するに際して、画像を切り貼りして作ってみた。なお、時計の上にある緑色のやつは、トマトのヘタである。可愛いかなと思って、つけてみた。さて、珍妙な話は置いておいて、この時計を改めて、よく見てほしい。何か、おかしい部分はないだろうか。まず、誰もが気づく、おかしい部分は、太陽と月に顔がついている。というところであろう。しかし、これについては、今回はあえてスルーさせていただく。今回問題となるのは、そこではない。というか、顔がついているのは、今回の謎を気づかせないための、フロムのトラップなのかもしれない。では、もったいぶっても仕方がないので、答えをご紹介しよう。この時計、時間軸としては、通常の時計の逆回り、反時計回りに回転していく。つまり、ここが日の出で、ここが正午あたり、ここが夕方で、ここが夜。ちなみに、ここで月が出始めている。あれ?日の出の太陽が出る位置と、夜になって月が出る位置が、おかしい。汗人諸君は言うだろう。どこがおかしいっぴ?と。空から太陽と月が出ている。そう、通常、太陽と月は、東の地平線から顔を出し、西の地平線に沈んでいく。この時計において、地平線は、時計の中心になるはずである。
時計の外側には空が描かれ、時計の中心部には地上が描かれている。すなわちこの時計においては太陽は空から現れ空に帰っていき、月も同様に空から現れ空に帰っていっている。なんでやねん。アセヒト諸君は言うだろう。何かの間違いじゃないっぴ。冒険中に太陽とか月を見てたけど、普通に地平線から出て地平線に沈んでたっぴ。と、そうなのだ。実際の太陽と月を観察してみると、この時計のように空から出て空に戻るのではなく、ちゃんと地平線から出て地平線に帰る。なので通常であればこの時計の表現がおかしいという結論になりそうなところであるが、あのフロムがこんな間違いをするだろうか。何か意図があるに決まっている。この件に関してとあるアセヒトは語っている。ここからはとあるアセヒトのコメントをわかりやすく編集し、ここに提示する。なお、わかりやすく編集するとは語尾のピを消すことを指す。そのアセヒトは全ての文に語尾をつけており、それが妙に集中力を削いでしまうことにつながっていた。なのでこれからご紹介する文はそのアセヒトが送ってくれた文からピという語尾を抜いただけのものとなる。それ以外は基本そのままの文章であるので、彼が述べていることを一度聞いてみて、それが正しいのかどうかご判断いただきたい。また結構長くなるので辛抱たまらんアセヒトは早送りするが良いだろう。ではどうぞ。トマトちゃん、ガチで謎の答えに気づいたかもしれない。マップ画面や時間を潰す時の画面で右下に出てくる時計に注目してほしい。日の出と日没の表現が明らかにおかしい。普通日の出は地面から日が昇り、日の入りは地面に日が沈む。ところがこの時計盤では太陽は空から降りてきて南中し、また空に戻っている。そこで狭間の地で実際に太陽がどう動くか確認してみた。ところが狭間の地では太陽は普通に地面から昇り地面に沈む。この状況に一つ整合を取る方法がある。実は狭間の地は時計盤の中心の地球っぽい部分ではなく、時計の外枠のリングに当たる位置に内向きに存在すると考えれば矛盾はない。この時計盤の表現が合ってるとしても、自分が外側のリングに逆さまに立っていれば太陽は地面から昇り地面に沈むように見える。つまり大地のリング、エルデンリング。そう考えると以下のようなこととも辻褄が合う。遺跡石などの説明にある空に存在する神殿リング側から見た空には、時計の中心に当たる球状世界とそこに描かれた都市リエニエなどで見られる星空、狭間の地から見てリングの向かい側部分に当たる大地、地下世界で頭上の岩石が星空のように見えることとも整合。またこれは確信ではないけど以下のように考えれば DLC とも辻褄が合う。狭間の地側から中心の球状世界が見えないのはマリカが擬態のベールで隠したから。 DLC では世界が空のベールで覆われているということがインタビューで公開されている。つまり影の地は球状世界側にある。時計の球状世界側を見ると夕方あたりに確かに枯れた大樹が描かれている。もしかしたら他にも何かこれを裏付ける話があるかもしれない。あと宮崎さんが DLC についてファミ通のインタビューで言っていた、本編のフィールドから地続きではなく転送により向かうことになります。も影の地が球状世界側にあるとすれば文字通りの意味で納得できる。これはちょっと妄想だけど参考までに追記しておく。まず第一に、リング上の世界が本当だったとしてその成り立ちに関係ありそうな文章を見つけた。ハイタによる見本指の言葉より、全ては大きな一つから分かたれた、分かたれ生まれ心を持ったけれど、それは大いなる石の過ちだった。エルデの優勢より、かつて大いなる石は黄金の優勢と共に一匹の獣を狭間に送り、それがエルデンリングになったという。全ては大きな一つから分かたれたから、世界は最初は一つ、おそらく球状世界の方だけだったかもしれない。その後大いなる石が流星を球状世界に衝突させ、その時の破片が球状世界の衛星軌道上を回ってリング状世界になったとも考えられる。
するとこのそれが、エルデンリングになったというわ。エルデンリングとエルデンリングのダブルミーニングだ。第二に、黄金樹の役割の一つは、リング側の世界側から球状世界を支える構造物とも捉えられる。根拠は以下。おそらくアードトリー大地の木は神話の世界樹がモチーフ、神話に沿ったものとすれば天を支える大地ということになる。これはシャブリリの以下のセリフとも整合する。黄金樹を燃やし、打ち倒し、我らを分け、隔てるすべてを犯し、焼き溶かしましょう。この、黄金樹が我々を隔てている、という発想は一見深遠な意味に見える。ただ、黄金樹が天の球状世界と我々のリング状の世界間の矢スポークのような機能をしていると考えれば、これも文字通りの意味に解釈できる。そうすると、クルイヒエンドの映像も納得できる。クルイヒエンドでは黄金樹を焼き切った上で、リング側の世界を焼き溶かして天の球状世界に向かって融合させていくシーンだと捉えられる。ところで、狭間の地から見える月はいつも三日月に近い上限の月。狭間の地にいながら満月や新月を見ることはできない。現実世界の地球では、半月の日には地球上のどこから見ても半月だし、満月も新月も同様。これは月が地球の遠く外側にあるから。ところが、世界がリング上であるとすれば事情は変わる。リングの内側の世界で頭上に月が昇るということは、月はリングの内側を通過していることになる。ということは、リングに沿ってずっと旅すれば月の反対側に回ることもできる。すると、リングのどこに立つかで見える月の形状が変わる。それを踏まえて以下のフレーバーを読んでほしい。星剣少女の伝承より。星剣の少女は、夜空を見上げ歩いた。ずっとずっと、星を追って旅をした。そして満月と出会い、女王となった。戦術のように、世界がリング上なら歩けば満月は見れる。狭間の地から見える月の角度から察して、おおよそ3分の1周くらい歩いた。また、リエニエから見える星空がリングの向かい側の部分であるとすれば、星を追って旅をしたはリングの向かい側を目指して旅をした、とも解釈できる。グレートフードより、頭よりもはるかに大きいフード、追い求めた真実に出会った時、それに包まれ、死んでいくための装束。ああ、幼きレナラは確かにこの月を見上げたのだ。追い求めた真実とは、世界の形状のことかもしれない。満月が見えたことから逆算して、世界がリング状だと確信したはず。また、唐突に死というワードが出てくるが、これは黄金樹から遠く離れた地まで来たこと、イコール、感受できないことを示唆しているかもしれない。ラニの暗月より、母レナラに手を引かれ、幼いラニが出会った月。それは、冷たく暗い神秘の月であった。暗月はレナラの旅とは逆方向に、おそらく6分の1周くらい歩けば見れるはず。レナラの旅の描写が遥かな道のりっぽいのに対して、ラニの旅の描写の方がもうちょっとラフなお出かけっぽく見えるのは、多分単に距離が近いから。そしてここまで考察したところで、呆れるほど直接的なヒントに気づいた。カーリアの逆さ像より、天地逆さまの魔術学との像。秘密が知りたければ、天球儀の台座にはめるがよい。天地逆さまって書いてた。そしてこれを逆さまのまま台座に置くと、カーリア書院の天球儀は月の様々な面を見せながら動いて裏返る。これは、天地逆さまに立てば、イコール、リングの向かい側までたどり着けば、月の裏側だって見ることができる、というメッセージで間違いない。以上。なげめっちゃ長えでもなんかすげえ。とある汗人からいただいたコメントを要約すると、狭間の地はこの時計の外枠の部分に該当する、すなわちリング状の形をしているということだ。簡単に言うと、狭間の地は地球のように球状ではなく、ハムスターが回る輪っかのようにリング状の世界であるということだ。そして、この状況を直訳すると、大地のリング、すなわち、エルデンリング。そして、内側の球状の世界については、マリカが、機体のベールで隠しているため、見えない。しかしそこは、DLC で行くことになる、影の地である。といった感じだろうか。そのように判断した根拠については、先ほどの、とある汗人が言った通りで、ものすごく説得力がある。とある汗人から、この情報をいただき、
ざっと目を通したとき、トマトちゃんは、思った。本物が来ちゃった。と。実際、この情報は、トマトちゃんの動画のコメントとしていただいたものだが、そのコメントに対し、めっちゃ高評価ついとる。さらに、そのコメントへの返信が、めっちゃ好意的。これまで見たことがないレベルの反応であり、このチャンネルの主になることを許可するっぴ。などと、勝手にチャンネルの所有権を渡す者まで現れた。ひどい。でも、この考察はすごい。宮崎氏が残した謎に対する、最高の回答である。トマトちゃんは、見つけることができなかったが、このアセストが、見つけてくれた。いや、よく考えたら、トマトちゃんの動画のコメント欄に書かれていた。トマトちゃんの動画のコメント欄は、トマトちゃんに管理権限がある。つまり、すべてのコメントは、トマトちゃんのものだ。そうなると、トマトちゃんのものなのでは？トマトちゃんが発見したということになる？そうだ、そうなんだ。この発見を、トマトちゃん仮説と名付けよう。と、冗談は置いておいて、正直なところ、この宮崎氏の残した謎については、誰も答え合わせしてくれない。そう、宮崎さん自身がそれですと認めないと、一生終わらない。なので、今回の件が、正式な回答であるとは言えず、あくまで、仮の回答に過ぎない。この、エルデンリング、謎が謎を呼び、とんでもない状況になりつつある。もし、他にも、面白い小ネタなどがありましたら、コメントや DM いただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。これ以上の発見まだまだ出てきそう。